ちゃんがいない。呼んだか？え、誰？後ろ？いないけど？先で紹介をしようかな。うわ、うわ、あ、いた。この格好わからない？じゃじゃーん。あきらちゃんだもん。脅かさないでよ。わあ、ち。今日紹介するのは、和歌山シェイクのグレープ味とホワイトソーダ味を作ります。こんなのが入っています。これ、重なってるから、みんな気をつけてね。怪しすぎるよ、これ。ほら、怪しい。こっちは普通の粉みたいな。なんか、ふくらし粉みたいな。水を1センチくらい入れたら、この水の中に入れて、うわ！うわ！ああ！ストローで混ぜます。なったね！溶けたね！溶けた溶けた。これ、ここに入れます。一気にするの。せーのがさん、はい。そして、混ぜます。わ、すごい！白っぽくなってきた。すごいです！泡ができました。ほら、これバカにしてた。こんなむくってならないって思ってた。本当にむくってなった。いただきます。うん、おいしい！おいしい！おいしい！ねるねるねるね、好きな人は絶対これ好きだと思う。ふわ、ふわ。固めてシャーベットにすると美味しいらしいので、試してみましょう。凍らせるのは時間かかるので食べられないので、明日凍ってるシャーベット、食べたいと思います。じゃじゃーん。食べて。いただきます。わ、うわー、美味しい。美味しい。お、シャーベット。アイスにした方が美味しい、美味しい。美味しい。その味みたいね。今日大成功だね。うん。